山田さん、エーシュベイサーの皆さん、こんばんはです。今、8時半とかなんですけど、この後9時から予定があって、この30分にね、実写の撮影をやってるんですが、8月2日って皆さん、何ありました？だから、キクジですね。そう、まあ、うちの近くのローソン、マギメトとかでも開催されてるっぽいんですけど、ローソンが7時から、まあ、セガラキクジやるってことは、もう始まるってことは僕知ってたんで、もう今日朝7時から、爆速で、ラッキーク10回ですね。今回引いてきました。A 賞がブランケット。B 賞が、なんか、カバンみたいな、サコッシュ。で、C 賞が、ボトルいや、なんか、正式名称あった気がするけど。で、D 賞がピンバッジ、缶バッジ、ピンバッジ。で、E 賞がうちわっていう、この5種類。で、今日ちょうどもう7時2分とかに店ついて、じゃあもうちゃんと展開されてて。まあ、結果言ってからランダム系開封していく感じでいいですかね。また忘れてた、チャンネル登録待ってます。はい、まず、でかい。いい賞のうちはめちゃめちゃでかい。まあ、700、1回700円なんで。まあ、今回10回だから僕は7000円かな使って。まずいい賞。クソでかうち。あ、今回の、セガラッキーくじっていうのも、ちょっと前のワンダ賞、プロスカ放送局で発表されてた、サンリオのセガラッキーくじだったんですけど、まずいい賞のクソでかうちはですね。これがなんと、1、2、3、4、5、6! 引きすぎな。10回やって6、6個でけえうちわなんだよ。うちわ1個あれば十分だって。うちわ6個どうやって仰ぐの？手足使っても全部仰げないわ。これが、なんとランダムなんですね。続いて D 賞の、ふわふわバッチでした。ふわふわバッチって何？こんな感じで、ふわふわバッチ。これが、なんと、1つ。D 賞1つ。で、C 賞の、ボトルみたいなやつは、今回、なんと外れまして、当てられませんでした。で、B 賞の、はい。サコッシュですね。これ選べましたね。なんですが、このサコッシュが2つ当たって、ビーバスとモーマージャンプ。そう、今回、まあ、ビーバスも、もちろん第1に考えてはいるんですけど、キリミちゃんがね、モーマージャンプなんで、ほら、後ろ見てください。このキリミちゃんがね、モーマージャンプにございまして、花月みのりちゃんとコラボしてまして、それを狙っているんで、もう B 賞2つ当たった、2つ目当たったら、まあ、モーマージャンプ、それかキリミちゃん選ぼうかなっていう感じでした。で、皆さん今9個なんで、しっかりね、ブランケット、でけえ。クソデカブランケット。ビビットバットスクワット。まあ、10回で A 賞当たったんで。しかも、まあ、A 賞今回6口があるんで、まあ、結構当たる方かなって感じ。まあ、10回やれば当たったろっていう感じで当てました。ありがとうございます。先にじゃあブランケットから開封していこうかな。でかいんでね、まあ、こういったブランケット系って僕今まで、まあ、セガラッキーグッズで何回もあったんで、てか、トウヤ君。デカデカとトウヤ君があって、これね、多分、めっちゃで、めっちゃでけえ。俺映らんやんけ。俺映んなくなったって。なんなら他映ってる。他映ってなくない。こんな感じです。いやー、キリミちゃんね。まあ、2つ目当たってたら、キリミちゃんのモーモージャンプでしたけど、今回1つ目ちょっと僕の方で見ていい？うわー、いいね。でっか。まあ、うち通りに来た人はこれで寝ることになります。まあなんか、ね、今時小学生とかからしたらすっごい嬉しいグッズじゃないこれ。いやもう僕も嬉しいもん。26歳が嬉しいんだから。ぜひゲットしてくださるとって感じですね。じゃあサコッシュ。まあ、キリミちゃんの方一回置いといて、ビーバスだけじゃあ開けてみますか。できれば未開封に。まあ、したいところもあるんですけど。まあこれ動画なんでね、とりあえず開けてみますね。まあ、でもこれか。サコッシュ。ちっちゃいカバン。何が入るんこれ。はい、ビーバスの面々。あ、待ってこれ、あれじゃない？トンネルじゃん。ビーバスといえばみたいな。じゃあ、まあ、うちは最後にやっていきたいんで、ふわふわバッジ全26種。26分の、まあ、秋ともしくは、キリミちゃんの、2種類。今回はちょっと狙ってるんで。缶バッジまさかの人。本当だ、めっちゃふわふわしてる。え、ふわふわ缶バッジってそういうこと？さあ、行きます。あ、わかんない。うわっ！嘘じゃん！ふわふわしすぎだし、え？すごくない？最近ガチャは天井したわ。天井したけど、実写の運は、まだ続いてるのかこれ。すごい腕震えてるのか、このふわふわがふわふわすぎて震えてるのかわからない。待って、この裏だけ見たらさ、ワンダショー、あ、てか天馬司くんかなとか思ってたけど、よく見たら上にアキトって書いて、アキトって思ってた。あざっす。26分の1よ。それガチャで 3% 引くより難しいって多分。ってことは、このうちはね、うちは6個も当たってるんで、さすがに引けるやろ。キリミちゃんとアキトですね。こっからまた開けるのね。だってなんならこの袋すら欲しいぐらいなのに。もういいや、諦めてこういう開け方。あー、変な開け、見えちゃったよ。みんなには見えてないけど。みんなには見え、
めっちゃ700円。まあでも700円でさ、このグッズ当たるんだったらめっちゃ良くない？裏こんな感じです。もうこっちが見えてましたけど、はい。これ700円だったら引き毒じゃ、あー、なんか初期配置と違う配置になった気がする。確か僕、まあ、適当に撮ろうかなと思ったんですけど、結構一気に何枚か撮っちゃった場所もあったから、しずくさん当たったってことはモアマジャンプゾーン引いてる可能性あるんですよ。それすなわちビーバスも近いし、まあ、順番バラバラだったら分かんないけどね。順番バラバラだったら分かんないけど、もうそのまま縦積みされてるようなもんだったら、キリミちゃんとアキト、可能性ありますよ、これ。はい、それでは、二人。ほら待って、これやってることね。キリミちゃん近いだろ、やっぱ。モアマージャンプ二人目。はい。しかも星4のね、アイリちゃん先輩ですね。まあ、つってもさ、この星2も背景ついてるから、なんか結構、2回、なんかいいよ、星2でもいいじゃんってなっちゃうけど。めちゃめちゃいいうちは、めちゃめちゃいいグッズだと思い込んじゃってるんですけど、どうですか？めちゃめちゃいいグッズでしょ？てかこれ。さあ、続いて3つ目ですね。これ下から開けた方がいいかなと思って。下はこうやってね、開ける。うん、止まった。あ、ちょっと待って。絶対アキトだった今。あが見えた。おいよ、すっごい引きしてる。やっぱ実写の引きってすごい。もうなんか今日からずっと毎日僕、8月中実写動画でいいですか？で、ずっとなんかグッズ開けるだけにしようかな。めちゃめちゃいいじゃん、これ。すご。ってことは、本当にキリミちゃんあり得るんだからさ、これキリミちゃん引いたら勝ちよ。キリミちゃんね。マジでいきます。キリミちゃん。あ、シロちゃん飛び越えたいやいやいや、モーマージャンプとビーバスとレオニ、まあ、上ら辺を撮ってるってことになるのか、シュガーバニーって。はい、ありがとうございました。さあ、あと、2連か。キリミちゃん、アキト運はあってもキリミちゃん運ないのか、もしかして。キリミちゃん確かに俺あんま地引きしてるイメージないけど。はい、いきますこの開け方画期的すぎないなんかこう見たらちょっとやってる開け方してるけど、いきます。どれ、うわ、待っておいお天才、ガチで天才だったらもうはるかちゃん当てたいよ今モアマージャンプ4分の3なんだから、だったらはるかちゃん当てたいけど、これはちょっとテンション上がるね。今日ずっと運いいわ。あのモアマージャンプの限定ガチャで天井さん超尻マジで合ってる今、すっごい相方してるけど。ラストですね、いきます。はいはいはい、待って、かぶった、あ、違うわまあなんかもうそれ引いた場所じゃない？だったらアキト引いたのすっごいけどね、俺アキト引いたのマジですごいと思うけど。いやでも天才的だ。いや、これね、多分ね、ランダムじゃなかったね。俺も真ん中取ったの正解だった説あるわ。こんな感じで、めっちゃいい引きをした、僕のチャンネルね。ぜひ、チャンネル登録。まあ、夏休み期間はできるだけね、頑張って動画投稿いっぱいしていこうかなと思ってるんで、チャンネル登録、高評価お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。